わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は熊本の水環境に科学的に取り組んでいる崇城大学工学部ナノサイエンス学科を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。熊本市は飲料水のほぼすべてを地下水で賄っている世界的にも珍しい都市です。しかし10年以上前から硝酸イオンに由来する窒素の濃度が徐々に高まっています。熊本はやはり農業圏なので、過剰に撒かれた、肥料あるいは、家畜の排泄物などが、大きな原因じゃないかと。また、地下水の水量も減ってきていることも影響があると考えています。そこで微生物の中でも特に多くの硝酸を取り込む性質があるロドトルダー属の酵母を用い、地下水をきれいにする研究を進めています。もともと日本の土の中にはどこでも見られるような菌なのです。ただし自然界の中ではたくさんいるということではないので、それをうまく集めてその菌が活発に活動できるような条件を使って地下水を浄化しようというふうになっています。活動しやすい条件を作るために菌をゲルの中に封じ込めて、他の雑菌による影響を受けないような環境を作ってやるということを行っています。実験では1週間足らずで水中の硝酸イオンがほぼゼロになるという結果が出ています。ふむふむ、貴重で極めて有益な特産品の増産にも一役買っているそうじゃが。熊本市の水前寺と江津湖で発見され、現在はほぼ自生しなくなっている水前寺のりという卵巣の屋内型量産培養設備の研究を企業とのコラボレーションで進めていました。水前寺のりが実際に私がやっている硝酸イオンの濃度が高い水に入ると育たなくなるというのが研究室の成果で得られています。極めて高い保水力を持つ成分が化粧品や塗り薬、さらには衣服の原料として注目されています。水前寺のりは表面に寒天質状の物質に包まれた状態で成長しています。その寒天状の物質がサクランという多糖類によってできているんです。この多糖類であるサクランがヒアルロン酸の10倍以上の保水力を持つということから、さまざまな用途に着目されているということです。実際に、化粧水に保水性成分として含まれていたり、あるいはアトピー性皮膚炎の症状を緩和するための塗り薬として一部の皮膚科ではもう処方されているということが行われています。さらに高級下着の繊維として使われてもいるようです。水前寺のりが育つ条件には、一つは水前寺のりが育つに適した水質、そして水前寺のりが育つに必要な光といった環境というのが重要な要素となります。私がいろんなところの水質を分析して得た知見というのが、その水前寺のりに適する水質を探すということに用いられています。ここで学んだ研究は将来どういう職業に生かされていくのかの。2つの主要な進路として、水質、大気、あるいは飲食品などの成分分析を実施して報告する計量証明技術者、環境設備が適切に運用でするように分析や管理を実施する環境管理技術者などの仕事があります。環境について研究するためには科学の専門知識はもちろん、環境を構成する生態系や微生物の専門家、さらに環境浄化のために機械や建築系の専門家とのコミュニケーションも必要です。いろいろな事柄に関心を持ち、多方面にアンテナを張り巡らせる人材を育てたいです。崇城大学工学部ナノサイエンス学科の活躍がますます楽しみじゃ。